知らんけど、うん、あこの人と喋りたいっていう方がいらっしゃって、うん、玄関から外見たい、うん、私もずっと二人ともなんかキュンキュン、そうお腹じゃない、胃が、そうそうやねん。どうも石井です。本日の怪談を浴びる会はですね、私が喋ります。そして聞き手ゲストは山下リオさんです。よろしくお願いします。お願いします。浴びさせてください。浴びてください。怖い話も好きだということで、今日はちょっと僕の怖い話を聞いていただきたいんですけども、はい、今回はですね、投稿怪談なんですけども、私のこのチャンネルで、言ったら視聴者の方が実際に体験した。周りに喋るのはちょっとバカにされたりするのは嫌やと。でも実際にこれ本当に体験したんですっていうのを DM で送ってもらってるんです。うん、でも、ありがとうございます。もう100件超えてます。ありがとうございます。その中でですね、なんか知らんけど、うん、あ、この人と喋りたいっていう方がいらっしゃって、うん、その方の怪談の取材をこの間3本したんですけど、はい、3本とも怖くて、40分、30分、40分やん。うわぁ。だから2時間超えの取材をしたんですけど、それを、僕がある程度聞きやすく重複した表現とかはちょっと変えまして、僕が喋るという企画でございます。というわけで今回もよろしくお願いします。お願いします。これがですね、俺聞いたことない変わった体験で、その方は僕と同年代で40代らへん、アラフォーなんですよね、うん、旦那さんがいらっしゃって、お子さんがいらっしゃるんですけど、で5年前にですね、アメリカに移住されたんですよ。国籍上移住できる方やったんで、国籍をもう一個アメリカも持ってるし日本も持ってるしみたいな方やったんで、アメリカに移住されたんですよね。で今ってまあここ10年ぐらいらしいんですけども、本当に言ったらアメリカに職がある状態で移住した場合は家は見つけやすいらしいんですよ。ただ職ない状態で向こうで探すぞ、ワークホリデーみたいな感じで探すぞ、しかも家族もおるってなったら、信用の国なんでほんまに家が見つからへんって。で内見すら行かれへんみたいな、結構しんどい状況をやった中で、もう今日決めないとアメリカに移住できないっていう時に、一軒だけ内見できるよっていう家が見つかった。それがまあアメリカの中ではまあ田舎と呼ばれる、結構郊外のまあ農場とかがたくさんある州やったらしいんですよね。そこにまあちょっと古びたアパートメントって呼ばれる、まあ日本よりは大きいですけども、まあ4人が十分暮らせるぐらいの広い共同住宅があったんですね。でその部屋には1部屋2部屋3部屋4部屋か、1階には4部屋で、上には何部屋4部屋あるみたいな、2階建てぐらいのその家に旦那さんと子供連れて内見行くんですよね。内見行った時に、日本で住んでた時は多分その方は女性やから、やっぱ水回りとかキッチンとか風呂トイレとかをしっかり見るらしいの。見るらしいんですけど、なんか知らんけど玄関から外みたいって急に思うんですって。で旦那さんは収納見たり、それこそ水回り見たりしてんのに、説明されてんのが全然頭に入ってこんくて、玄関の方にボーって歩いていっちゃうんですって。それを俯瞰で自分でも分かる、なんで歩いていくんやろうと思って、ガチャって開けて空見ようとしたら、全く同時のタイミングで隣に住まれてるご夫婦の奥さんが一緒のタイミングでガチャって開けて同じように空見で、あ、気まずいと思いながらも、あ、お隣さんになるからご挨拶しようと思って英語でご挨拶するねんけど、全く無視してずーっと空をキョロ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 見て、全然こっちを見てくれん。で何も言わずにバタンって閉めて奥さんは入っていかれて、うん、後々聞いたら隣にはご夫婦が住まれてると、同年代ぐらいの、あー、じゃあ旦那さんもいらっしゃるご夫婦が住んでんねんやと思うねんけど、おそらく表現は難しいけどおかしな方やって思った、うん、意思疎通ができひんし、はい、こっちのこと無視するし、
正直挙動を見た時に、あ、おかしな人やなって思ったから、直感的に、あ、この部屋住むん嫌やなって思った、うん、でも条件的にはもうここ住まなしゃあないってなって、まあここ決まったらいいかってなったら決まった、うん、で家族で住み出したのね、はい、で住み出して 2,3 日経ったら隣の奥さんから苦情が入ってますってオーナーからの電話があった、うん、え、何の苦情ですかって。うるさい。とりあえずうるさい。うるさいから。っていうのを言われると。で、子供5歳、3歳いるから、まあ、子供がジタバタしてうるさいんかなとか思いながらも、ああ、じゃあ気をつけます。最新の注意を払うんですよ。で、また2、3日後に大中電話あって、隣の方がうるさいって言ってます。いや、うるさいかってなって。あ、ちょっとこれはきついなとかって思い出した時に、家で玄関を開けてみんなでお出かけするよっていうタイミングにだけあることが起こるようになったの、その時期。っていうのも、子供、玄関狭いから子供バーって靴履かしてる間自分が外出るの。その瞬間パッっていう銃声が聞こえる。それがめっちゃ遠くの方でパンって聞こえる。でそれが乾いた銃声じゃなくてこもった銃声だから、小型銃じゃなくて大型銃、ライフルみたいな音パンって聞こえる。で、今の何ってなる。でも子供も旦那さんも何も反応してない。今の何ってなったんですよ。その日から玄関あたりでなんか作業して家出ようかってなった時にパンってなるねんけど、2回目からは自分の頭上でもう耳塞いでしゃがみ込むぐらいのでかい音でパンってなるの。で、何ってなるけど、周りは何にも反応してないって。あ、ちょっと待ってと。旦那さんにそのいる言うんですよ。あの、最近さ、銃の音せえへんって聞くね、うん。ほんだら旦那さんが、いやいや、アメリカ銃社会だから、そんな音ぐらいするだろうって。いや、違う違う違う。ボリュームもそうやし、こんな田舎町で発砲事件があったら絶対噂になるのに、それがない。おかしくないって。いやいや。気のせいやからみたいな。いやでもめちゃくちゃでかい音鳴って、これなんで私しか聞こえてへんのみたいな、パニックになってわーって鳴ってる時に、旦那さんがもう切れて、隣の人にうるさいうるさい言われてんのに、こんな口喧嘩したらまたうるさいって言われるやろみたいな、すごい仲も悪くなっちゃって、一個の原因はアメリカ来たで隣の人に苦情言われてるっていうストレスで、そういう銃声が脳内で鳴ってるんかなって思って、じゃあ一個のストレスを払うためにここで一回住まんと、2週間ぐらい近くのキャンプ場で家族で住んでみようと、うん、そしたら2週間静かにしたらこの言った騒ぎ収まるかもしれんと思って、2週間キャンプ場行って、で家に帰ってくる。帰ってきたてん時にガチャって隣の人が開けて、うるさいって言われる。いやいや、おらんかったから、うん、どういうことってなってん。で、そっから玄関先だけじゃなくて、家の裏側とか行った時にもパンって聞こえん。頭の真上で銃がパンって鳴ってる音。でもうるさすぎて、もう耳が痛いし、もうびっくりするし、本当に精神的に参ってた。で、その間にもオーナーから、いや隣の人がうるさいって言ってんねんけどって電話が来て、もうパニック状態になって、いやちょっと待ってくれと。もううちはキャンプ場を借りて1週間2週間空けましたし、で最新の注意払ってる、これ以上無理なんですけどって言ったら、オーナーさんがですよねって、うん、いや確かに最新の注意払ってくれてるって思ってるんですけど、隣の方が言うので義務的に言いましたと。どういうことですかと。ちょっとおかしいかもしれないですって。オーナーさんもちょっとだけ気づいて、隣の人がおかしいって、うん、でも安心してくださいと。あと一月もすれば、隣の方は引っ越すことになったんで、あと一月だけ、まあ、こっちが苦情を受けても、一応電話したっていう体で、まあ、話はなくしますんで、一ヶ月だけ我慢してください。もし対面するときあったら避けるようにしてください。みたいな感じで、話が終わって、あ、一ヶ月後やっとこれから解放されんのか、って思いながらも生活してないけど、一ヶ月間で、パーンって音が何回もなるの。これいつ終わんねんとか思ってて、月日が経って、一ヶ月経って、朝方、隣の部屋の方からガサガサガサ音がするの、うん、あ、今日引っ越しやと思って、
どうやら荷造りをしてると、はい、で家の近くの駐車場、まあ、徒歩15秒ぐらいの駐車場の車見に行くふりしてガチャって開けて、隣引っ越ししてんのかなみたいな、さらって見たらやっぱ引っ越してんの、はい、よかったと思ってちょっとふわーって見たら部屋の中が見えて、見えた瞬間にもう体中に鳥肌がブワーって立って、っていうのも部屋がパッて見えたら壁という壁中にもうぎゅうぎゅうに小動物とか野鳥とかの剥製がずらーって並んでるの。で、うわーってなって、その時にピンってくるの。あの銃声、ライフルじゃないと思って。っていうのもその週は、ハンティングにすごい寛容なの。だからスポーツ用品でとか銃屋さんとか言ったらガンショップでライフルが簡単にちょっと許可をバーッとかけば取れると、で言ったら趣味みたいな感じでハンティングができると、そのところで住まれてる夫婦やった。だからその投稿者の方が聞いてた銃声っていうのは、壁にびっしり置かれてた剥製たちが生きてた頃に最後に聞いた音なんじゃないかって思う。で、旦那さんの趣味がハンティングやって、奥さんは多分その剥製ずっとバーって剥製に囲まれたので頭がちょっとおかしくなっちゃって、ずっとうるさいうるさいって言ってたのは生活音じゃなくて、もしかしたらその奥さんも同じ銃声が聞こえてたんじゃないかなって思ったんですけど、これはずっと私が勝手に紐付けしてるんじゃないかなって思ってるんです。でもそれが確信に変わったのが、隣の方が引っ越してまた別の人が来られた。でもそれ以来あんなでっかい銃声は一発も聞こえんくなったんですって。だから多分あの剥製たちが最後に聞いた音をずっと何回も何回も聞かされててんやろう。呪いの音がしっかり聞こえたっていうお話。気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪いよな。で、すごいいろいろ端折らせてもらったんですけど、その方の口ぶりとかが本当に真剣で、アメリカからの言ったら通信電話というかインスタの通話で喋ったの。だからこっちの現地時間と向こうの時間をこう調べて、もうこっちは夜中、向こうは早朝で電話をし合って、それでまさか嘘の話はせえへんやろっていうぐらい、もう詳細をバーって喋ってくれて、40分ぐらい喋ってくれた。あ、だから本当にこの人は最後の音を聞いたんやろうなと思って、っていうお話です。いやー気持ち悪い。動物で、最後の音をなんか知らせるためにそれをやったんかなって思ったら、なんかすごいなと思ったよね。うん、なんか、うん、私の友達でもこうめちゃくちゃ開花しちゃって、うん、あの霊感的なものが、うん、でそれで、まあ、今お悩み相談というか、うん、そういうのを やり始めた友達がいるんですけど、うん、つい最近聞いた話で、胃腸がとにかく痛いと、で病院に行っても原因不明だって言って、まあ、特に健康体ですって言われて返されるんですって言って、でまあその人を見ていくと、職業で言うとあれなんです、あの養鶏場みたいなところ経営されてる方なんですけど、で結局まあその友達はすぐに原因が分かったんですよ。ほう。っていうのも、その卵を産める、まあメスとオスの選別ってあるじゃないですか、うん、でまあ結局オスの鳥っていうのは廃棄されるんですけど、ひよこもう生まれてすぐに、でもその廃棄の仕方っていうのはいろんな方法があって、でまあ一番楽な方法で、まあ何でしょう、まあみんなあの処分をされてたと、
一応。でもその彼女が見るに、まあ、めちゃくちゃそのひよこの声とともに痛い痛いっていうのは入ってくるんですって。普通に鳥の鳴き声で多分言葉するのはピオみたいなのが、ピオピオみたいなのが、ダイ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 って聞こえんねん。そう、まあその彼女は動物とも結構意思疎通ができる方なんですけど、まあ、とにかく痛いっていう、まあ、そのさっきの話じゃないですけど、最後の感覚っていうのがすごく入ってきますよって。で、あなたちゃんと処分されてるみたいなことをおっしゃってますけど、それって本当ですかって聞いたら、いや、心当たりあるよ。ここ1ヶ月ぐらい、まあ、ちょっとその自分が忙しいのもあって、もっと簡単な方法で、まあ、処分をされてたと。それですねって。それの、そういう、まあ、負の、ひよことあれ、やっぱ生きてるものの負のエネルギーが、もう全部その人に入っちゃって、で、それで胃腸がおかしくなってしまってるので、それをちゃんと成仏っていうか、まあ、生き物としてちゃんと大切に扱って、まあ最後は、まあ、感謝しながらやらないとそういうことになります。やっぱあるんや。なので、まあ、改善されてから本当嘘みたいに元気になられてっていう話も聞いたんですけど、いやでも動物もちゃんと感情ありますからね。私もずっと二人ともなんか研究、そう、お腹じゃない、胃が、そう、そうやねん。片頭痛と胃がね、胃がギュルギュル言ってんのよ。すいません、お付き合いありがとうございます。いやいやいや、あの山下さんはですね、あの A スタジオで鶴瓶さんの隣のアシスタントをしてた、はい、その時は知ってましたよ、俺ちゃんと。あ、この人なんやみたいなんで、お仕事していく上で、あの時のイメージと全然違うかったわ。まあご覧の通り。なんか三井のリハウスの CM やってるんですよね。あの透明感のある。それがね、はい、話しやすい姉ちゃんやな。マジで。意気統合統合。というわけで本日の聞き手ゲストは山下リオさんでした。ご投稿そしてご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。ベルマークの通知ボタン、よろしくお願いします。お願いします。